ブレーメンは、1929年に就航した北、ドイツロイド機船のオーシャンライナーで、北、大西洋横断のために建造された大型客船である。1930年代を予告する、革新的な船型デザインの評判と高速性能を誇ったドイツの豪華客船だった。諸女公開では、成功、投稿ともに新記録を樹立ししまい船オイローパト。 共に長年にわたり保たれていたイギリス船の速度の記録を覆した。1930年代では国家間で大きさ、豪華さに重点を置いた客船の建造競争があり、2隻を所有したドイツも他国と火花を散らしていた。姉妹船オイローパは、その後第二大戦の賠償でフランスに譲とリベルテと改名している。百二十四年、 ニューヨーク航路に就航したコルンブスの公表版を受けて NDL は2隻の新造船を計画。クルーズ航海も可能な3万5千総トンサイズの船体を念頭に進められ機構後にボイラーとその推進機関は2万5千馬力を発揮するものに変更され5万総トンの船体に大型化されている。1927年6月18日でシマーク造船。 ブレーメンウェザー造船所で機構。ブレーメンとその姉妹船オイローパは大西洋を巡航速度27.5ノット5日で横断できるように設計されていた。このことにより通常3隻を交代させる必要がある。大西洋横断を換算シーズンには2隻で毎週行うことが可能となった。ブレーメンはテストの際最高速度32ノットを記録した。 運航計画の本来は、ブレーメンとオイローパは、同時に就航する予定であったが、オイローパは、偽装作業中に火災が発生、沈下放水したものが滞留してしまい、船尾が着底する沈没状態になり排水引き上げと修理に、時間がかかったため、1929年7月16日、ブレーメンは、ブレーマーハーフェンニューヨーク間の処女公海を単独で、行った。この際、 ブレーメンは4日17時間42分、平均速度27.85ノットでニューヨークに到着し、モーリタニアから西回り航路のブルーリボン賞を奪った。さらに次の航海では4日14時間30分、平均速度27.91ノットを記録し、東回り航路のブルーリボン賞を受賞した。これによりブレーメンは初めて諸女航海で記録を破った船舶となった。 あとに、ブレーメンの記録は1930年に西回り航路を姉妹船オイローパに1935年に東回り航路をノルマンディに破られた。バルバスバウを採用した最初の大型客船で建造に際しドイツの最先端工業技術を結集し内装デザインや備品をドイツ国内から広いコンペティションで募集した。 竣工時にはカタパルトが設置され1935年までハインケル HE12 で入港に先立つ24時間前頃に郵便物を積み込み先行輸送するサービスを行っていた。斬新な船型デザインが災いし、後に売円対策で煙突は6.4メートルかさ上げ延長された。1935年頃のブレーメン1933年1月に ナチスが政権を握った際、ブレーメンはニューヨーク港の桟橋に停泊しており、ナチズムやファシズムを批判する抗議活動に使用された。7月、反ナチズム活動家のグループが乗り込み、選手マストに掲げられていたナチ党旗を引きずり下ろし、ハドソン側に投げ込む事件が発生した。当時のナチスドイツでは、帝政時代と同じ三色旗を暫定的な国旗とし、これとともに、 ハーケンクロイツキを形容すると定めていたが、ドイツ側からの抗議に対しアメリカ政府は、捨てられたのは正式な国旗ではなくあくまでナチトーバタで、あり、国旗の名誉を汚したとは言えない胸の返答をしたため、これを受けて、総統アドルフ・ヒトラーは、1935年9月15日に国旗法を交付し、三色旗を廃止して、ハーケンクロイツキのみを国旗とすることを定めた。 1939年8月26日、ドイツ海軍はポーランド侵攻の事前準備として、すべてのドイツ商船は即時ドイツの港へ向かうよう命じた。この命令を受け取った時、ブレーメンは西への航海中でニューヨークまで2日の距離にあり、船長はそのままニューヨークへ向かって1770名の乗客を降ろすことにした。1939年8月30日に、 ブレーメンは乗客を乗せずにニューヨークから出港。9月1日、ブレーメンはソ連のムルマンスクへ向かうよう命じられた。その途中、乗組員は偽装のため船を灰色に塗装した。ブレーメンは悪天候や高速を生かして、イギリスの巡洋艦から逃れ、9月6日にムルマンスクに到着。冬戦争が勃発すると、ブレーメンは12月10日に、 ブレーマーハーフェンへ向かい13日に到着した。その際、イギリス潜水艦、サーモンに発見されて追加されたが、ドゥー18がブレーメンを護衛していたため、サーモンは安全のため先行。サーモン艦長は、相手は合法的な目標ではないと思い、攻撃は行わないことにした。ドイツ国防軍は、アシカ作戦に向けてブレーメンを徴用する計画であったが、中止となったため、 偽装なカバのまま形成された。1941年、造船所の不当で火災に愛全焼した。調査によるとこの火災は放火によるもので、レジスタンスの破壊工作などではなく、容疑者はキャビンボーイのある少年で、所有者の待遇や管理職上司に対する個人的な恨みによる犯行で、当夜の出火した時刻に、船長は所用でブレーメンから外出していた。 戦況から再生可能な備品機器は撤去転用され、ブレーメンの船外は敗戦後に1946年に解体された。解体工事では推定に埋没した船底の一部が残された。1929年当時のブレーメン、ありがとうございます。